レジーナ・ハルミヒヒは、ドイツの女性元プロボクサー、元キックボクサーである、カールスルーエ出身、ヨーロッパにおける女子ボクシングの草分け、11歳で柔道を始めて、14歳から空手とキックボクシングを始め、その後ボクシングを始める、アマチュアキックボクサーとして1992年から3年連続で国内王座を獲得、1994年には、 ヨーロッパチャンピオンとなった。同年3月4日にプロボクサーデビュー。1994年にはキックボクサーとして来日。10月14日に開かれた全日本キックボクシング連盟の女子単独工業において熊谷直子と対戦したが一回小負けを喫した。なお、この時の名前の表記はレジーナ・ハルミックであった。1995年4月20日には ウィブフ世界フライ級初代王者の座をかけて、イボンルト・トレビーノと対戦するが、TKO 負け。これが、ボクシングキャリアで、唯一の敗戦となった。1995年6月10日、キム・メッサーを下し世界タイトルを獲得。1997年3月8日、シュガー・ミユキとタイトルマッチを行い防衛成功。1998年4月18日、 ウィブフスーパーフライ級王座を獲得し2階級制覇。1999年7月10日、ウィブフライトフライ級王座を獲得し3階級制覇。2001年3月22日、プロミボックシンで人気男性コメディアンのステファン・ラープとボクシングで対戦。ドイツで放送されたこの試合を737万人が視聴、ハルミ美ヒ,ヒの人気爆発の大きなきっかけとなった。 2004年5月29日、ブフジュニアバンタム級タイトルも獲得。2006年9月9日、26度目のウィブフ、フライ級タイトル防衛に成功。2007年1月13日、27度目のウィブフ、フライ級タイトル防衛に成功。2007年3月30日、再び人気男性コメディアンのステファン・ラープとボクシングで対戦。 774万人が視聴した。2007年11月30日のハガシュムレフェルド、フィネルセンで判定勝ちを収め引退。ありがとうございます。